こんにちは、速稼塾の久保です。やっぱ宝くじですらね、継続していろんな角度から検証すると、当てる確率を高めることができるっていうのはすごいですね。で、そこまで分かっていても私はね、宝くじやらないですね。やっぱりお金を稼ぐビジネスって考えると、宝くじもまともに研究するべきなんでしょうね、きっとね。なんですかね、ナンバーズっていうのがありますよね。ロト6とか、あれですら法則を見出す人がいるらしいんですよ。確かにランダムの中にも法則って発生するんで、それを解析してね、当てに行くっていうのは、なかなか面白いことだと思いますね。で、水の例なんですけども、このポタポタと落ちる水がありますよね。吉谷さんが言われたように、ポタポタと落ちる水の一滴ですら、ずーっと落ちてると岩がね、変形したりとか、岩に穴が開いたりとか、鍾乳洞とか鍾乳石ってできるんですよね。いや、これは本当にすごく興味深いことなんですけども、最近私ね、知ったんですけども、昔こうポタポタと落ちる水の拷問があったらしいんですよ。それはどういうものかっていうと、こうやってね、椅子に縛り付けて上から水をポタポタ落とすらしいんですよ。ただそれだけなんですよ。これどうですかね。これがね、なんとね、10分ぐらいで人は音を上げるそうなんですよ。ものすごい激痛になるらしいですね。とても試す気にはならないんですけども、ポタポタとしてくる水が10分で人間をまひらせるというね。だからね、その水の一滴みたいなものでも舐められないですね。本当に継続することによって風穴が開くみたいなことがあると思うんですよ。そして話はね、前の動画に戻りますけども、私とか吉谷さんが動画を量産することによって何が起きるかっていうと、量産の中からお金が生まれてくるってことなんですよ。売り上げが立つってことなんですよ。多分それはね、量産する中で信頼が生まれて、どこかで商品やサービスを受けるよりもこの人にっていうふうな関係が生まれるんですよね、きっとね。で、やっぱりね、商売ですごく大切なのは信頼関係なんですよ。今ではちょっと違うかもしれませんけども、一昔前って中国製の家電って敬遠されてたんですよね。で、日本製が一番と言われてました。そのもっと前はですね、世界中でメイドインジャパンがものすごく奉られてたんですよ。昭和30年代から、そうですね、平成に入る前ぐらいは、バックトゥザフューチャーの映画の中でも出てくるように、日本製が最高なんだっていうふうにね、マイケル・ J ・フォックスに映画の中で言わせてますからね。考えてみると、日本とアメリカって戦争してたんですよね。憎しみあって戦争して殺し合ってたわけですよ。で、戦争がひとたび終わると、日本はアメリカに追いつけを追い風で、憎くてやまなかったね、敵国のことを学んで学んで学んで追い抜いていったわけなんですよ。ひとところではですね、日本の丸の内線の内側の面積でアメリカ全土が買えるぐらいの土地の値段だって言われたこともあってね、ロックフェラービルを買ったりとかね、その他にもゴッホのひまわりを68億円で落札したりとか、ジャパンマネーが世界中を席巻したわけですよ。ちょうどですね、今中国が世界中の不動産とか、例えばね、北海道の水資源を買ってるようなもんで、あれが以前は日本が世界にかけていたんですよね、仕掛けていたんですよね。だから中国人危ないよねって今感覚がありますけども、あれはね、昔日本人がそう思われてたってことの焼き直しでもあるのかなと思っちゃいます。さあ、それで何が言いたいかっていうと、別に高度経済成長の話をしたかったわけじゃないんですよ。信頼関係です、ビジネスに大切なのは。今世界中の商品の中でどこのブランドが信頼されるのか。もちろん日本製の家電も未だにいいと思いますけども、だんだんですね、中国台湾にシフトしてきてる部分があるんですよね、韓国とかね。それからブランドものっていうのは、イタリアがベストだとされてますけども、その車、外車ってものは、私が幼い頃っていうのはアメ車のことを外車って言ってたんですよね。でもちょっと時間が過ぎると、大体ヨーロッパじゃないですか。 BMW とかアウディとかフェラーリとか、なんかヨーロッパの車になってきますね、ランボルギーニとか。で、アメ車っていうのはちょっと旧車っていう扱いになってきてると思うんですよ。そう考えていくと、人が何に信頼をこう持つかっていうのは本当にこう変わっていくんですよね。その中で YouTube ってものを捉えた時に、 YouTube とビジネスを抱え合わせたことをやってるのは、私は吉谷さんをはじめとするビジネス YouTuber と言われてる方なんですけども、やっぱりね、なんで売り上げが上がるかっていうと、信頼をやっぱ作り出してるんですよね。で、信頼されようと思ったら、繰り返し発信していく、いろんな角度で語りかけていくってことだと思うんですよ。やっぱりね、学さんにしても池早さんにしても、その他ね、龍拳さんにしても、すごい量で続けてるんですよ。しかも高いレベルで。これはだから難しいっていうかね、やりたくないってことじゃなくて、まずビジネスでやる、信頼関係を作るんだったら、これ前提だってことなんですよ。その先に自分の思い通りにうまくいくかどうかってことが待ってますんで、まさにね、宝くじを当てる方法もあるんだと思いますよね。ただやっぱり宝くじは確率だろっていうふうに思っている、ギャンブルだろって思う、控除率が高いってことを知っている、その無駄な予備知識が多分、曇らせてるんでしょうね、きっとね。
とは言っても私もやんないですけどもね、やっぱりね、宝くじは。宝くじをやるよりも自分のビジネスをやった方が回収が早いと思ってるからなんですよ。ですんで何も打つ手がないとかね、ビジネスもできないし投資もダメでした、何にも分かりませんって人はそれこそ宝くじや競馬に行くしかなくなるんだと思いますけども、でもその中にも勝利の法則はあるっていうのがね、うん、希望ですよね。多分パチンコにもあるんでしょうね、きっとスロットとかにも何らかの法則があったりとか、自分の求める結果に結びつけるようなそんなルートがあるんでしょうねきっとね、うん、でもその道を極めようと思ったら、その道を見出そうと思ったら一定量の継続は絶対ありますよ。継続しないところに何もないと思いますんでね、やっぱり筋肉つける人も腕立て伏せを毎日ね 2,3 回やっただけでマッチョにはならないですからね。やっぱり5回できるようになったら10回に挑戦し、10回できるようになったら20回に挑戦し、だんだん負荷を上げていく、その中でやっと筋肉っていうのが育っていく、育まれていくのかなと思います。やっぱり信頼とかも同じで、何回もやるからこそ育まれていくもんですよね。だから詐欺師ってのは繰り返さないですよ。短い期間で動画ポンと投げてね、さーっとお金回収して消えていくみたいな感じですよね。いや、ということでね、やっぱり継続って改めて大事だなと思いますし、なんで継続が大事かっていうと、継続しない人がほとんどだからってことなんですよ。だから私たちは特殊な能力でなくていいんですよ。ただ地道に淡々と続けるってことに対して、自分のね活路を見出していければなと思うんですよね。いや、吉田さん、なんか今日は暖かいですね。なんかね、今日一日中 T シャツですよ。11月のもう20日になろうとしてるのに。でこれから私ね、クリーンプロジェクトって言って、地域の中学生小学生が集まって各町内を回ってなんかお掃除をやるらしいんですよ。で私も町の責任者としてちょっと同席して一緒にね、お掃除に参加するんですけども、やっぱこうなんていうんですかね、地域活動してる中で、あ、これは悪くないなと思うのが、世代を超えた付き合いができてきますね。やっぱりご高齢の方もそうだし、で年齢低い方もそうですしね。で、まあ、なんと言いますかね、町内に商品も売れるしだからね、近所の人が嫌がることをやるとそれも信頼になるかなと思います。で、私がやりますんで任せてくださいと、引き受けますよっていうことを言い続けることによって、多分たくさんの人に貸しを作ってるんでしょうねきっとね。それを狙ったわけではないんですけども、ですので私がね、ちょっとね、多少変な話でも聞いてくれるんですよ。で、興味を持ってくれるし、ちょっと挑戦してみようかなと、やってみようかなっていうふうに思ってくださる方もいるんですよね。まあ、ですんでね、この1年でだいぶ YouTube とかね、アフィリエイトとかホームページを作るとか、こういう方は増えてきましたね。私の主導でホームページ作った方が YouTube をそこにね、人類のホームページにめり込ましてアフィリエイトリンクつけて、まだ収益にはなってませんけども、こんな副業があるんですねとかね、パソコンで仕事するなんて思っても見ませんでしたみたいなね、なんかその新しい挑戦とか新しい道に対してすごくワクワクと希望を持ってくれる、そんなね、同じ世代40代50代がいることは非常に私はね面白いなと思います。隠居じゃないところできないなと思いましたね。ということで本日は以上でございます。あ、そうだ、吉田さんって近所の方と付き合いあります？なんか車見せてくださいみたいに来るような気がするんですけど、私は結構来るんですよ。まあ住宅地ですしね、私のところはね、うん、隣近所っていうのは結構距離が近いですから、心理的にも、うん、はい、では行ってらっしゃい。